皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。先日、そのアップロードした花水木という曲のアレンジに関して、その解説動画が欲しいという方がすごくいらっしゃいましたので、ちょっとこの動画の中でさらさらっと説明の方をさせていただこうかなと思います。しかし、これ結構細かくて難しいんですよ。なので、普通に難易度も高いですし、僕もその細かく説明しようとすると、なんかもう正直何やってるかよく分かってないという部分がすごく多いので、基本的にメコピでお願いします。一応ゆっくりやったりとか、ここを押さえてますよみたいな話をしますけれども、基本的にはもうメコピで、盗む系でよろしくお願いいたします。すみませんが、ちょっと僕もこれは説明しきれないです。一応こう分かりやすく、ちょっとピクチャーインピクチャーで画面ドンバーンってやって、右手もお見せしながらやっていきますので、頑張ってメコピチャレンジということです。やってみましょう。まずイントロから。行ってみます。まあ、こんなパターンですね。最初は D からスタートして、で、小指でラミーに持っていくと。で、ここから。コードのアルペジオ。で、次はラ・レ。そしたら、2弦の2フレットから、ちょっとこのハンマリングをして、で、A7。という感じです。で、G のところから、シ、レ、ラ、レ、ソ、レ、ド、レ、レと持っていきます。まあ、実際、カポをつけているからね、まあここの音はラじゃなくてシの音ですけれども、まあ、移動ドという感覚でやっていくとすると、シ、レ、ラ、レ、ソ、レ、ド、レ、レと。で、ここから、開放とハンマリング、プリングを含めて、そしたらハーモニクス。2弦、3弦の7フレットハーモニクスということですね。で、その次メロディに行くと、ラの音からメロがスタート。で、シーラー、ベース音変わる。で、ここは黄弦をして、シレー、シレー。1弦は開放にして、C、レ、B マイナーと同時にミの音を。で、A に持っていくと。で、その次は G コードと、ミ、ミ、レ、シ、ラ、ミ、レ、ファ、ソ。で、シ、ラ、持っていくと。ちょっともう一度。ラの音から。こんな感じです。で、続きからちょっとまた同じようなのを繰り返して。ラ、シラ、シド、シレ、ミ、ミレ。この辺からちょっと虫がややこしくて、ミ、ミ、レと弾いたら、ファ。ベース音がファの音に行きますね。ミ、ミ、レ、ファ、レ、シ。で、ファ、ソ、ファ、ソ、レ、ド、レ、レ。こんな感じの手順です。もう一度ゆっくりやってみましょうか。で、アルペジオして、B メロに行くときに、ラ、シ、ラ、シ、ドレ、ラ、シ、ドレ、ミ。この
開放弦を使って、ラ、シ、ド、レ、ミ、ファ、ソ。で、ミに戻って、この音遣いに行きます。ちょっと左手が忙しいんですけれども、できればその開放弦の音がちゃんと鳴り続けるように。で、人差し指で誇張制覇をする形で、D4 F シャープということですね。で、その次は G の13、G の13ナインス、ん？ナインス13。アルペジオしながら。で、A、A、B、なんていうんですかね、このそれぞれのメロディーに合わせて和音を作っていく感じですか。こんな感じです。で、その後に一弦のところをハンマリング、プリングして。アルペジオする。で、また人差し指をそのまま2フレット制覇にして、で、また同じように。でも最後は D コードで締める。で、G1A。で、サビに行きます。B メロ、もうちょっとゆっくりやってみます。サビは D からサブですね。で、C シャープマイナーセブンスフラットファイブに行って、この人差し指でソの音を弾くと。ソファミ。で、その次は F シャープセブンのフラットサーティーンか。で、B マイナーに行きます。A マイナーセブンから、D、何ですかね、これは D セブンスシックスになるのかな。このコードに行きます。A マイナーセブンから、で、そこから、こんな音詞。で、3フレット人差し指を制覇して、なんだっけ。G メジャーセブンか。で、D を F シャープに持っていくと。で、ミファーと弾いたら、ソで E マイナー、E マイナーにして、ソ、ソ、ソ、ラ、ファーっていう感じで、A6、A13 ス、A6 かな、に持ってきます。で、ファー、ミ、レ、ミ。という感じでメロディーを作ります。で、このときにたまにこんな感じでフラットナインスの音を入れたりとかしてるんですけども、そうすると少しおしゃれな感じですよね。ミ、ファ、ミ、レのときにこんな和音を使うと。で、またサビが。最後はレに持ってって終わるって感じですね。サビのところは4小節丸々繰り返しているだけなので、4小節できればサビはクリアかなという感じです。
トロが。で、その次の A メロはちょっとこの予言の音をブリッジメイト気味に。こんな感じで弾いております。本当にブリッジメイトのベースとメロディーだけって感じですよね。で、その後もまた普通に同じように。またサビを何回か繰り返して終わるという感じでしょうか。一応これで一通りの動きは OK かなという感じです。ちょっとコードネームで、ね、なんかややこしいことを言ってしまったりとか、そのミレファドとかって多めで言ってしまったりとかして、非常にややこしいところはあると思うんですけれども、本当なんかこの書くということもすごく大事ですね。紙にその弾くべきポジションをだーっと書いて、まあ、その自分なりの楽譜を作るという感じでしょうか。そんな感じで一つ一つやっていくと、ちょっとずつ弾けるようになっていくかなと思いますので、頑張って、よかったらやってみてくださいませ。結構なんかざっくばらんの説明になってしまいましたが、これはちょっと僕も細かくは説明できない感じです。本当になんか頑張ってついてきてくださいという感じです。頑張ってついてきてください。じゃあ、そんな感じで最後に全体的にすごいゆっくりめに弾いて、終わりにしてみようかなと思います。ちょっと運指とかね、僕と違っても大丈夫なので、違っても大丈夫なんですけれども、まあ、どんな感じで運指しているのかなとチェックしていただければなと思います。やってみましょう。YouTube のビデオですね、まあ、普通にこのフルスクリーンで見たりとか、あとこの聞きたいところだけひたすら巻き戻しをしたりとかして、運指のチェックとかポジションのチェックとかをしてみてくださいませ。それではかなりざっくばらんな解説になってしまいましたけれども、こんな感じにどうしてもなってしまいます。ごめんなさいという感じです。頑張ってついてきてください。それではまたお会いする日まで。さよなら。
フフ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